本日3月21日朝4時、ついにパリオリンピックのね、組み合わせ抽選会が行われました。えー、皆さんご覧になりましたでしょうかグループどういう結果になったかというと、こちらグループ A がフランス、コロンビア、カナダ、ニュージーランド、そしてグループ B がアメリカ、えー、アフリカのザンビアかモロッコ、でドイツ、オーストラリア、そしてグループ C がスペイン、日本、 アフリカのナイジェリアか南アフリカそしてブラジルということで日本はですねスペインブラジルそしてねアフリカのナイジェリアもしくは南アフリカというグループになりましたけれども皆さんねどんな感想でしょうかグループが決まったということで今日はですね実際にどんな試合日程で進んでいくのかそしてねそれぞれの試合の勝敗予想そういったこともやっていきたいなと思います ということでここにねもう早速ウィキペディアの方にね試合日程載っております日本は初戦まず7月25日にねスペイン戦があるということです、えー、日本のね初戦はなんとなんとスペイン、えー、ワールドカップ優勝したスペインということになってしまいましたあのねワールドカップ日本はねスペインに4 0で勝ってるわけですよ、まあ、だからねまああの自信を持っていいはずなのにやっぱりどうしてもねスペイン強いんですよね まあでもね、なでしこたちをね、信じたいと思います、私は。で、2戦目はね、6月28日、3日後ですね、えー、ブラジルと戦う。そして、3戦目は、6月31日、また3日後、CAF1、そこと戦うということです。で、えー、これ現地時間ね、17時ということなんですけれども、えー、サマータイムがあったりして、日本、日本だとね、えー、夜中の12時ということらしいです。まあだからね、今ちょっと遅いですけれども、えー、リアルタイムで見れる時間なんじゃないかなとは思います。 でちょっとねもしかしたらこれはラッキーなのかなと思ったのが試合会場なんですよ、えー、ここにねもう載ってますけれどもサッカーは、ね、いろんな会場で、えー、行われるわけですけれどもこのね読み方わかんないステーズ・ドゥ・ラ・ベジオアみたいなところねなナンテスって読むのかななんとかなんとなんとっていう地名かなっていうところにあるここかここですね1戦目のスペイン戦は、えー、ここの会場であると。 でね、2戦目がパリスですよ。パリ。だここですよね。で3戦目もまたなんと。ということで割とねあの、移動近めで済むのかなっていう感じでこれはちょっとラッキーなのかなと思いました。でね、えー、オリンピックグループが3つ ABC とありますけれどもあ A はこんな感じでねで B はこんな感じですけれども。 それぞれのグループの1位と2位は確実にノックアウトステージ、次のステージにね、進めるということですけれども、3位のチームは、こうね、ABC、それぞれグループに3位がそれぞれありますけれども、えー、上位の、その中の上位2チームだけ決勝を行けると。なので3位になったからといって、得失点差とか、そういったものが低い場合はね、決勝、トーナメント、えー、ノックアウトステージかに行けないということですね。 で、私ですね、全試合予想してみました。えー、勝ち負けとね、えー、グループステージにおいては点数、そういったものをですね、ちょっとね、自分が想像する範囲ですけれども、予想してみました。で、決勝トーナメントまでね、あの予想したんですけれども、日本はですね、金メダルです。ありがとうございます。はい、金メダルになりそうです。そういった予想になりました。えー、これはね、日本をひいしたわけではないです。じゃあね、ちょっと順番に、 あの、どういうふうにね、予想したか見ていきたいんですけれども、まずグループ A ね、えー、フランス、カナダ、コロンビア、ニュージーランドと戦うわけですけれども、私の予想ねえ、まず、カナダ対ニュージーランド、4対0。カナダやっぱね、結構強いんで、フランス対コロンビア、3対1。どんどんいきますね。ニュージーランド対コロンビア、0対2、コロンビア。フランス対カナダ、3対2で、フランス。ニュージーランド対フランス、0対3で、フランス。コロンビア対カナダ、 1>, 1対1引き分けという予想どうでしょうかグループ1の予想こんな感じ。えー、勝ち点数とかね、得失点って言うんでしたっけそれをですね、計算するとこんな感じで1位フランス、カナダ2位、コロンビア3位という感じでカナダとね、コロンビアは同じ勝ち点ですけれども、えー、得失点差でカナダが2位という予想です。グループ2です。まず、デイ1。ドイツ対オーストラリアは2位1、ドイツ勝ち。えー、アメリカ対アフリカ。 2チアメリカ勝ち、オーストラリア対アフリカ、1位、アメリカ対ドイツ、ここね、ここ面白いですよ、ここ盛り上がるんじゃないかなと思いますけれども、えー、皆さん、皆さん、どんな予想ですか、私はですね、3位でアメリカ、アメリカ勝つのかなと、なんといっても監督が、エマですよ、今、チェルシーやってるエマがね、アメリカをね、えー、引っ張っていくわけなので、ちょっとね、アメリカやっぱり、パワーアップするんじゃないかなと、私は予想しております。 アフリカ対ドイツは、ドイツがね、2対1で勝つと。オーストラリア対アメリカ。これはですね、0-0予想。うん、オーストラリアは粘ると。この結果ですね、えー、計算すると。あ、これがね、勝ち点。アメリカ1位、ドイツ2位、オーストラリア3位、アフリカ4位。という、ということになりました。最後、グループ C。最後、グループ C。これがね、ちょっと一番難しかった。えー、初戦、スペイン対日本。皆さん、どんな予想でしょうかえー、前回はね、ワールドカップでは、スペインに、 4-0で日本勝ちました。ですが、やっぱりね、スペイン本当に今乗ってます。めちゃくちゃ強い。えー、FIFA ランキングもね、1位です、1位。ということでね、まあやっぱり今ね、最強チームなわけですよ。そこを加味すると、やはり、えー、またね、同じように負けるということにはならないんじゃないかなと、スペインね、と思いまして、えー、考えた結果、私の予想、これです。2-2。引き分けになるんじゃないかなっていう予想をしました。はい。 でね、もう一方の組はアフリカとブラジルですけれども、こっちは、えー、ブラジルがね、2対1で勝つという予想です。あの、皆さんの予想もね、ぜひ教えてください。特にね、このスペインとの初戦、どんな結果になるか、この皆さんの予想を聞きたい、聞きたいなと思います。そして続いて、えー、デイ2ですね、えー。ブラジル対日本。この予想は、私はですね、1対3。1対3で日本が勝ちます。ブラジル親善試合ありましたけれども、2試合目はね、えー、見事に勝ちましたから、 勝ってくれるんじゃなないいかなと思いますそしてスペイン対アフリカの試合はスペインが4対1で勝つという予想ですそして、えー、日本対アフリカ、えー、ナイジェリアか南アフリカなのかここはですね2対1で日本勝つ意外とねアフリカ強いんじゃないかっていうのをねコメントでもね教えていただいたんでそれをねちょっと考慮しました日本2対1それでも勝ってくれるだろうとそしてもう一方のブラジル対スペインこれはですねスペイン4対1で勝つとこういう予想です で、えー、このね、試合結果、予想試合結果を計算すると、1位スペイン、2位日本、3位ブラジル、4位がアフリカ。ということで、勝ち点はですね、スペインと日本が並ぶと。ただ、えー、得失点においてはスペインが勝つ。ということで、1位通過はスペイン。ちょっとね、ちょっと譲りましょう。スペインかなということです。はい、予想ね。で、この結果でノックアウトステージに行くと、準々決勝はフランス対ブラジル、そしてスペイン対コロンビア。 アメリカ対日本。アメリカ対日本ですよ。カナダ対ドイツ。で、えー、それぞれね、ここはね、点数までは考えなかったですけれども、勝つのは。フランス、スペイン、日本、カナダ。カナダがね、えー、去年の王者として、ここでね、本領を発揮すると読みました、私は。で、皆さん、決勝。決勝ですよ。サッカー競技。今回ね、男子が最後ではなく、女子が最後だという、そこで決勝の対戦相手は、スペインと日本。 ここが決勝戦です。日本。勝ったんですよ。ワールドカップでスペインに。だから、もちろん、勝ちます。日本。ということでね、金メダルですね。金メダルです。で、えー、3位決定戦はね、フランス対カナダですけれども、ここは開催国の意地を見せて、フランスが3位。ということで、金メダル日本、銀メダルスペイン、そして銅メダルがフランス。これが私の予想です。 ということで今日は抽選会のね、結果をもとに、試合の予想だったりをしてきました。えー、ぜひね、皆さんの予想も聞きたいなと思っております。特にね、あの、日本の初戦、スペイン戦ですね。ここがどうなるか、結構ね、難しいですよね、ここ。もちろん日本は 4, 4対0で勝ってるんですけれども、やっぱりすごく強いスペインということで。 あの予想すするのもねななななかかか面白いいいんじゃないかなと思います、えー、このチャンネルではなでしこジャパンについてまたね今後もこういった感じの動画をですねどんどん作っていく予定なのでまだチャンネル登録されてない方は是非是非この機会にねしていっていただけたらなと思いますではまた